続いてはジュニアシネマ通信夏休みスペシャルパート1。夏休みスペシャル、イエーイ。ということで今回はなんと2本の映画を紹介しちゃいます。まずは劇場版ポケットモンスターベストウィッシュキレム。あれ、ゆののちゃん、みれなちゃん、そしてちゃおちゃお TV を見ているちゃおっ子の皆さん、ギザギガントトゥットゥルー、いいお返事だ。はい、こんにちは、しょこたんでございます。今回はいつものジュニアシネマ通信とは雰囲気を変えて、皆さんに素敵な素敵なギザかわいそしょこたんのお部屋をご覧いただきたいと思います。さあ、どうぞ。カモン、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 カモン。ショコタンの部屋？じゃあショコタンがいるってこと？なんか怖い。本当にショコタンいるのかな？どうする？ショコタン呼んでみる？せーの、ショコタン！わたー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 ！わたこちら私の執事大好きな深海魚でございます。ここ、とっても変わってますけど何なんですか？そう、ここはですね、私の大好きなものたちだけでできた素敵なお部屋でございます。このお部屋に一歩足を踏み入れたということは完全にオタクになってしまいますよさあ、ではではこちらへどうぞ。こんな美少女たちが来てくれてテンション上がりますな。椅子がキノコの形してる。よくお気づきになりました。そうそうそう、大好きなキノコが生えてるんです、この部屋。金で増えるとか、最高だね。かわいすでしょ。そしてそして、これは何だと思う？え、なんか、なんか焼いたものですか？うるってしてる感じ。いいところに気がついたね。正解はこちらにもあるマルチョウでございました。食べたことある？食べ物なんですか？食べ物だよ。炭火の炎まで再現した。焼肉ですか？焼肉、そうそうそう。じゃあホルモンとかマルチョウとか頼む？あ、ホルモンとかは食べないんですけど、あ、まだ食べたことがないの？ホルモンと他にもね、この部屋は私の大好きなものでいっぱいになってるのでね。はい、木星わかる？もうこのシマシマとかたまらないよね。私の初恋の相手なんだ、木星。そう、かっこいい。どういう意味なんですか？いいところに気がつきました。貪欲、これ私が生きてる中でとっても大事にしている言葉で、好きなこともっといっぱいやらなきゃ、もっともっと夢を見つけなきゃって、貪欲って言うたびにこう気持ちが焦ってね。じゃあちょっと言ってみようか。貪欲、大きな声でせーの、貪欲。うふう。では続いてスモツ。はい、スモツいいぞ。そしてバッカラコーン。バッカラコーン、いいぞねみんなさ、いろいろ驚いたから喉乾かない？あ、はい、ね、よし。冷たく冷えたスイカでございます。飲んでください。はい、はい、あのこれ、これどうやって、これね、気合だね。気合あ、いいね、いいね。そろそろ暖かくなってきたから飲めないもういろんな好きなものがあるけど、一番好きなものといえば、はい、はい、じゃん、ポケモンです。そうです、ポケモンです。そう、みんなもちっちゃい頃からポケモンアニメとか、はい、ゲームとかやってた？はい、やってます。先にゲームがあったんだけど、ゲームやっててケーブルがないと友達と交換できなかったのね。交換しないと進化しないポケモンいるじゃない？はい、はい、進化しないんだ交換できなくて。え、友達いなかったんです？まあ今もいないんだけどね。え、うん、あ、
引いてる？大丈夫？私には友達がいなくてもポケモンがいたんだ。ゆなのちゃんの好きなポケモンは？ミジマルが一番好きで、うんうん、本当ドジな仕草とかが本当可愛くて。ミジマル可愛いよね。可愛いです。このほっぺのこのつぶつぶも。可愛い。あ、可愛い。抱っこしちゃって、ホタチがまたいいよねお腹のね。じゃあミレナちゃんの好きなポケモンは？あ、ピチューが好きなんです。ピチュー？ピチュー、ピチューって。あの鳴き声癒されます、じゃあ、じゃあピチューはピチューだけど、ここがミズミズ。知ってるの？知ってます。かわいい。ギザ嬉しす。なんとギザ耳ピチューの声はしょこたんがやってるんだよね。2009年のこの映画。かわいい。かわいい、ね、女の子で。なんと私しょこたん今年で6年連続でポケモン映画のゲスト声優をやらせていただいて。すごい。いやー、嬉しすぎてハゲそうです今にも。こんなミラクルあるだろうか。今年の劇場版ポケットモンスターベストウィッシュキュレム対聖剣士ケルディオではなんと、はい、なんとてってれー、主役のケルディオの声をやらせてもらうことになります。すごい。どうしたらいいと思うギャロー。まだ心の準備ができておりません。みんな緊張した時ってどうやって乗り切ってる？背中叩いてもらいます。背中を叩いてもらう？はい、友達に。じゃあちょっと叩いてもらっていいかな。あ、いいですか。うん、そのあのいつもやってる感じで。これぐらい強いんですよ。うわうわ、あなたは格闘タイプか。すごいよ。ちょっと叩いて痛いって思うと、なんか緊張がほぐれて、うん、あ、今までの緊張は何だったんだろう。すごいポジティブ先生。すごい。今までの人生の全ての思いを込めてこのケルディオ役に挑みたいと思うんですけれども、このケルディオはすごく賢くって勇敢で、そして目指してる大きな夢があるんだけど、途中でくじけてもすぐにちゃんと前を向いて立ち上がっていく、そんななんか前向きなポケモンでね、僕やっててきっと私もすごく勇気をもらえるなと思うんですね。今日はですね、大サービスでこの映画の予告編を見ちゃおう。すごい。ピッカー。相手から決して目を離してはならぬ。一番の敵